今日カープの先発は黒原でした。まずはその立ち上がり、3番の北条を打ち取って初回三者凡退、見事な立ち上がりを見せました。そしてタイガースの先発は茨城、ランナーを背負いますが後続を打ち取って茨城も初回ゼロに抑えます。両投手ともにいい立ち上がりを見せました。そして2回の裏、5番の中村貴寛、このライトへの当たり、これを森下が後逸、ランナーが三塁まで行きます。その後一塁三塁となって、この石原セカンドゴロの間に三塁ランナーが生還、カープが1点を先制します。3回です。バッター中川、この当たりがサクとラバーの間に挟まります、エンタイトルツーベース。その後ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、バッター熊谷、このファーストへのファールフライ、一塁ランナーが二塁へスタート、この送球間に三塁ランナーがホームをついて1対1の同点、タイガースが追いつきます。4回です。ワンアウトランナー一塁二塁から黒原が送りバントでしっかりと送ります。そして1番の大森、ショートの頭上を越えていく、これが2点タイムリーヒットになりました。これで4対1。そして6回には森下のツーランホームラン、これで4対3と1点差にタイガースが詰め寄ります。6回の裏、カープはノーアウトランナー一塁三塁、ここで内田、右中間を破る2点タイムリースリーベースヒット、詰め寄られたカープだったんですが、ここで再び引き離します。これで6対3。そして代打の久保、レフト前のタイムリー続きまして、これで7対3となります。そして8回、北条がエラーで出塁します。そしてバッター森下、今日3安打目はタイムリーツーベースヒット、1点を返して7対4。ただ9回は最後堀江の前にヒットが出ず、最後はファースト三好、見事なキャッチでスリーアウト。
7対4でカープが勝ったという試合になりました。カープファン限定空間、カープ券誕生。豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら、1軍2軍のカープ主催試合をライブで視聴。詳しくはスカパーカープ券で検索。